見つけました。人に聞き持って台湾語でありがとうありがとうと言いながら、同社同社と言いながら、こんにちは。これはうまそうだな。美味しそうだね、これ。海苔もバッチリ、ベジタリアンラーメンです。台中から台南に向かう電車の中で、ここはベジタリアンで美味しいですよということを聞いてきて、今日来ました。すごく親切で、麺は普通の太さですね。もやしも美味しい。いろいろ入ってますね。だけつくに、これも美味しかったな。なんかよくわからんけど、これもね、コリコリしてるね。縁は柔らかいんですけど、中身はコリコリ。お、醤油ラーメン、美味しいわ。これはベジタリアンですね。美味しい美味しい。ここの人は日本語を話せます。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございます。どうしよう。ここは見逃してたな。でも良かったですわ。ここの奥さんでしょうね。彼女が一人でやってるか分かんないですけど、良かったです。この道路からちょっと入ったと思います。じゃあありがとうございます。